こんにちは、中村春奈です。20歳です。好きなことは映画を見ることです。将来は蒼井優さんのような雰囲気のある女優さんになることが夢です。8月12日に雑誌メルチョゲッタで新人紹介をさせていただくので、どうぞ見てください。よろしくお願いします。友達ん家で、モンスターハンターというゲームをやらせていただいて、とてもハマりました。初めてですごいドキドキしてるんですが、すごい笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ゲッチャ TV プラススタート。ゲッチャ TV プラス弾幕対戦アクションシューティング、先行のロンドリビジョン X でございます。これ実はゲームセンターでも好評稼働中でして、もうかなり知っている方いらっしゃると思うんですけれども、ちょっとですね、パッと見なんだかよく分かんないですよね、ゲーム自体が。なんかパッケージもちょっと、ちょっとおしゃれ系なんですけどね、キャラクターが描いてね、はい、じゃあちょっとこれご説明しましょう、はい、これ対戦弾幕アクションシューティングっていうぐらいなんで、実はシューティングゲームなんですよ。戦いものでシューティングゲームです。あのシューティングゲームってよくね、あの画面がスクロールして、自分がこう弾よけて打ち込むって感じなんですけど、まさにこれがそうなんですよ。で、自分と相手が1対1で弾を打ち合って戦うっていうゲームなんですね。カメラちゃん、ゲーム自体はどう？いや、あんまり得意ではない得意じゃないとか言ってるから、限ってうまいですよね、この場合かぐやちゃんの方は割と直線的に弾を打つんですよ。で、しょうこちゃんの方は割とテクニカルなので、普通に弾を打つと拡散弾が出るんですね。で、弾幕を使うと一瞬自分消えます。だから回避できるんですよ。いやー、こんな感じで。あ、すごい、いなくなった。どこだ。あー、やだ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 ね、はい、まあ割とハルナちゃん何気に攻めてこないで、割とガチャガチャしてるだけでも技が結構たくさん出てくるので面白いんですよ。こう自分でね、いろんな弾を出すこの快感をね、ぜひね、あの味わってほしいですね。あ、変身しましたね、ショコ。ドスモード。あ、すごい。あ、これは無理だ。面白い。やー、面白い。じゅん、よくうまくよく、ね、でボスの時間はチャージ時間だけなので、やだやっつけたかな、しょうこちゃんのボスを春菜ちゃんが粉砕したって感じですね、今。やったお見事。ボスになった意味がだからみたいな、ボスになったからといって無敵じゃないっていうことも、これ現れるんですね。ちょっと調子に乗りました、ボスになれて。じゃあ第2ラウンド開始で、はい、よく見ると確かにね、あの外側の輪っかと内側の輪っかの小ささとかね、あるんで、あれ？あれ？しょこちゃんが、あ、また行けた、やだやだやだ。しょこちゃんガチャプレイすぎて結構押しちゃうんですよ、変身ボタンを。あ、当たっちゃう。そういうことですね。今あんまりそのチャージが増えてなかったので、すぐ返事解けちゃったんですよね。いや、変身よしボスモード。ハルナちゃん、変身しなくていいよ。いやで、ボスの時も割と特殊な操作ということによって、はい、敵と戦えるんですけどね。まあ、とにかく普通に撃ってみてください。あ、流れた。よし、よし、中に過ぎちゃう。お願い、当たって自分がいなくなった。春菜ちゃん消えた。あ、もういい、やだやだ、なかなかいい戦いですね。この春菜ちゃん変身。春菜ちゃん、おっと、突っ込んだ。誰かスタートボタン押したの。そのまま A ボタンでコンティニューで、はい、誰か超もういい、やった。敵を打ちましょう。はい、お願いします。なんかドキドキしてくるね。多分本当にガチで来るから、春菜ちゃんも頑張って瞬時にやられないように。これもう基本的にこの三段を出すんですね、ミサイルと。今画面の左側が始まった。で、V 字型にこうビームを出すんですよ。で、このビーム自体がダッシュすると真正面に2本出るんですね。おお。あ、痛い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 。あれ？またか。また来た。春菜ちゃん、これ払い避けないと。最後のボスを。え、弓矢さん、待って、弓矢さん、待
待って待って待って、夢山さんもやばくない？夢山さんもやばいよ。やだ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 、待って待って、勝ちました。あー、惜しい。いやでもいい戦いしましたね。いい戦いですよね。結構奥深い戦いが参しますのでね、はい、ちょっとね、ぜひこれはやってみてください。面白いゲームです。はい、ということで夢猫さんありがとうございました。ゲッチャ TV こんばんはでございますね。こんばんは、こんばんはです。もうこれね、ラゾクリフ君もびっくりの成長っぷりですけどね。だいぶ成長しましたよね。だいぶ成長しましたね。このまま、さっきこのまま上に行きましたけど、こんな感じで遊べるんですよ。はい、こんな感じで。あ、視点が危ない危ない。 XBOX って感じするでしょ、これ。言いたいことは分かる、分かります。これでグリグリ視点を回して、まあ臨場感のある視点でゲームが楽しめると。でね、これただね、こうなってしまうと全体が見渡せませんよね、なかなか。だからね、ちょっと何でしょう、システムも追加されてまして、はい、こうやって爆弾が爆発される時にガードができるんですね。だからこうやって爆風にさらされても左下にライトっていうのがあると思うんですけど、 あそこはちょっと減るだけで済むんですよ。画面の左下が多いゲージですよね。そうですね。で、普通ボンバーマンって言ったら、一回やられたらもうそこで、はい、おしまいよって感じだったんですけど、この視点のモードではライフ制になってるわけですね。お、はい、まだ望みが、ね、いや1回当たったくらいで大丈夫じゃないですか。1回当たったくらいですね、本当に大丈夫ですよ。あ、今起きたかった。あ、いやすごい、そういうことですよね。そういうことですよね。全然大丈夫だったでしょ今ね。全然じゃないんだけど。まあ大丈夫です。でこうやって追い詰めれば、はい、相手もボンボマ、はい、これで一面クリアでございます。あ、すごい、てるんですけど、すごい近いね。あー、あー、追い詰められちゃう。あ、追い詰められちゃう。あ、起きないか今。起きないですね。いや、すごいすり抜けたけど、ついてくるライフゲージが少ないよ。なんでこの人がついてくるんですかね。あなたを追っかけてるんですもん。そこだ。はい、取りましたと。やった。これはね、壊せるブロックあるじゃないですか、うん、あれをね、通過して炎が行くんですよ。あ、じゃあこれ自分にも辛いですね。あ、そうですか。まあ、そういう考え方もありですね。ただ今、置けない。あ、やる、ハートもある、ハートもある、ハートもあるし、ボムも取りました。これ結構いい、補給ですよ。嘘だー。逃げろ。あ、ガードしましたよね。ダメです。ちょっとね、2発あったんでね、1個自分で置きましたからね、今ね、ハナちゃん。でも、我々のね、このクソプレイを見せてもね、視聴者はね、全くいやいや、勝ったのに。全く面白くないと、こんなもん見せつけられても。あ、なんで、まあね、XBOX にはほらね、XBOX ライブっていうのがございますんで。ありますね。ちょっとね、全国のね、ボマーはどんな感じなんだと、お、見ていきたいと思います。じゃあ、今回僕はプレイしてますので、はい、周りのものは、オサどもでございます、これね。オサどもとか言って負けんじゃないの、ちょっと。俺の悪いとこね、俺の悪いとこね、突っ込んじゃうんだね。赤いのは爆弾ですよ。そうなんだけど、人がいるとね、どうもそっちに行きたくなっちゃうんですよ、僕。あのね、完璧に死んじゃうタイプですよ。そうなんですよ。ボンバーマンにおいてはそれ全くダメなんですよね。これやっぱりね、誰いっぱいだ。あ、やばい、なんか危ない。これね、パズルゲームですから、あんまりね、戦闘意欲はね、モンモンに出さない方がいいです、これ。あ、そうなんだ、ええ。惜しれー、これ。パパが入ってったと思ったね。危ない。下手に動くよりは結構ね、動いてるふりして急に。パパ狙われてるんじゃないですか。これは狙われてるのか。ハリーになった。これ今タイマンですか、ノートないですよね。違う、4人全員残ってる。全員ですか。あ、これ全員残ってます。なんだ、結構いいとこまで残ってんのかな。そうだよね、みんな全員残ってますからね。あー、しゃーしゃーしゃー、すごい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 、うわー、惜しい、惜しいね、結構ね、惜しい、ギリギリまで残ってたよ。惜しいね、これね。まあ負けちゃいましたけどね。どうです、これ面白いでしょ、オンラインだと。面白い、めちゃくちゃ面白いでしょ。でね、これね、お値段が実はバカ安くてですね、税抜きで2980円。
おお。これはまあ Xbox 持ってなければ安いです、ね、安いです。買わなきゃハドルさんということなんでね。綺麗に言いましたね。ありがとうございます。これだけは考えてきました。はい。ということでパパありがとうございました。ありがとうございました。ゲット TV ガス。お疲れ様。お疲れ様です。どうだった今日？いや本当実は前の晩からすごいゲームをやるっつってドキドキしてたんですけど。本当に？いやでも翔子さんがすごいいっぱい喋ってくれた。もうほとんどが喋ってたよね。いや本当ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。でも時々やる、なんかいつも MC として喋ってなきゃいけないのにゲストより喋ってるからちゃんとゲストの子に喋らせろって超言われるから、多分今日見てる子はねみんなそう思ったかもしれないけど。でも生放送初めてだっけ？あ、はい、初めてです。緊張した？すごく緊張しました。なんか番組自体、こういうトーク番組が初めてなんで、本当に実はもう前日っていうよりもずっと緊張してドキ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 してだってもう今じゃなくて台本がもう本当にもう箇所箇所しか箇所箇所しか箇所箇所なんて言うんだっけ、箇所書きでポイントポイントしかないから、多分ね、あとは全部アドリブって言われたでしょ。あ、はい。ね、ごめんなさい。ごめんね、私日本語勉強しなきゃいけない。本当。でもゲーム自体はどうだった？あ、ゲームは本当にボンバーマンを最初見た時に、うんうん、本当に衝撃的で、誰だと思って。ね、ちょっとねこれびっくりしたもんね。でも意外とやったら従来のと。ね、やり方は一緒で、なんかでもこのパッケージ自体映画っぽいんだよね。そうですね、映画っぽいと最初思いました。で、戦うものみたいな感じに見えるけど、こっちはすごい私好きなんですけど。そう気に入った気に入ったこっそり気に入りちょっとでも僕やったやつでうまかったもんね。いやーなんかできるようになってくると、あ、ちょっと喋ってる間にここにやってしまうから、ね、離れちゃってすごい普通に私番組で喋ってる最中にどんどん攻撃してくるからさびっくりする、と思って今だと思って今喋ってんのとか思った瞬間にボーってどん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 ゲージって言ってたから、すごい楽しかったね。これ機会にまたゲームいろいろやってみてね。じゃあ、はい、またゲームこちらのゲッチャ番組にもゲッチャ TV だ、ゲッチャ TV 間違っちゃう。